哀切な天使君だ。俺は一ノ瀬グレン。予言通りだ。日本を壊滅させた百夜実験場の被験体の一人が現れた。少年、月退治のためにお前を利用させてもらうぞ。望むところだ。いや、吸血鬼どもに聞いたのか。復興だが、よう、呼んだか。黙って、死ね。の席はお呼びじゃないだろう。け、よくわかってるじゃねえか。そのためだけにね。まあ、あんまり長くこいつをここに置いて。さて、機銃装備も手に入れて。だな、君。嫌われ者なんでね。誰か、救急車。これで約束守らなきゃいけなくなります。あなたが心の底から欲しがってるものを手に入れるためですよ、みっちゃん。彼女によると、ミカエラ君。そんなに生きたいか。死にたい。ユウちゃん。いいわ。私があなたたちを生かした理由を教えてあげる。私。ミカ、全科目の成績は俺がトップのはずだ。そう、ならさっさと消えろよ、クズ。天使どもは鬼よりも太刀が悪い。なんで、なんユウさんよりもずっとグレン中佐との付き合いは長いんですよ。でも、その人間の醜さに怯えながら死ね、ヴァンパイア。力を貸せ、ジノア。はーい、現れましたよ、みっちゃん。ああ、マナ。あく、めんどくせえ奴が仲間だな。吸血鬼ど、グレン、待って。遅えよ、ミト。何が遅いよ。急にこんなところに呼び出して、どういうことですか。中は確認した。吸血鬼の姿はありません。だが、キリがねえな、おい。おっと、バレた。でももう遅いよ。敵を釣らなきゃ。ビャッ。あれはまずいでしょ。他の貴族と桁が違うんだけど。さすがに死ぬかな。いや、かな。いや、作戦通りだ。嘘ばっかり。なら逃げる。うまくいくならその隙。いいかい。なんだ、罠だと分かっ。そりゃ君だよ。拷問される前に人質を狙撃し、逃がさないよ、ズドン。そうだよ、ユウちゃん。
グレンはこう見えても優しいんだ。してやる。はい、僕の勝ち。ヨハネの4騎士が来る。この子。泣くなよ、君好き。本当でも打つ。気をつけてください。だってさ、第三因子素、クレル、まあ、人間どもは集団。なんだそれ。お前、俺に剣を向けるのか。君を守るためなら何でもするよ。なら、お前は俺を助けるべきだ。べきって。それが嫌なら殺せよって言ったのに。ミカ。絶対に生かさないよ。とにかく僕の話を。ミカ。逃走用のヘリが用意してある。撤退します。なきゃダメですよ。血が欠乏した吸血鬼がどうなっちゃうか君も知ってるでしょ。今日はもっと頑張るよ。